東の空が明るくなり始め、外装系にある東郷大学のグラウンドでは芝生にかかった夜露が光を浴びてキラキラと輝いています。東郷大学は台湾で私立大学の先駆けとして知られ、100年の歴史を誇り、天智の精気を養い、古今の人格者に学べにて質実公言な校風を守っています。卒業生は数十万も超え、そのネットワークを広げ高い評価を得ています。ここ数年、教育の新たな風潮に対応し、大学理事会および同窓会の支援の下で特色ある教育指導を確立、質の向上とともに国際化を目指しています。東郷大学は外装系と常駐との両校のキャンパスからなり、台北の文化、教育、政治、経済の中心にあり、地理的にも人材の育成にふさわしい大学です。人文社会、外国語、理学、法学、商学、ビッグデータベース管理などの6大学部は各特色を持つ一流総合大学です。人文素養を高め、社会への関心を深める、これが人文社会学部の教育理念です。人文、社会、芸術、教育の4つの分野に分かれたコース、さらに教育指導と研究活動が連携した研究センターを設けています。外国語学部では語学訓練と多元化した教育指導にて、英語、日本語、ドイツ語に長けた人材を育ててきました。イギリス、アメリカ、日本、ドイツなど世界20カ所を超える大学と短期交換留学協定、国際間や異文化間とのコミュニケーション。理学部は科学技術の応用と統合能力に長けた人材の育成、学生の基礎理学素養と科学的知能、推理力、分析力を高め、実験や作業、実習、応用の訓練などを行います。データ科学の人材ニーズが高まる中、本校では全国初のビッグデータベース管理学部を設け、2015学年度より学生募集。ビッグデータベース管理学部の設立とは、教育の力を基礎に巨大なデータベースシステムを築き、人民の生活レベルアップ。大学法廷では模擬法廷コンテストが開催され、法律に携わる者としての慎重かつロジカルな弁証が続きます。イギリス・アメリカ法教育コースを設け、理論と実務能力が十分に発揮できます。法律・サービスなどの活動を通して人文社会への著しい貢献が見られます。商学部はビジネス界での人材の育成、イギリス・アメリカの最新教材導入、実務ソフトウェアによる教育指導、海外からお招きした学者たちの英語での講座、
大学内外の学者および専門家客員教授の講演、特色ある未来を見据えたハイレベルの大学統合大学、これからの新しい時代に向け来たる10年も優れた伝統を守りつつ完全たる人間教育の精神と理念を掲げて国際観や競争力をより一層高め、交流と協力で国際的知名度を上げ、一流水準の大学を目標に新たな一歩を踏み出そうとしています。